水上バスの乗り場、ここからミシュランに行くことができるんだよな。ええ、30分に1本は運行していると思ったけど、記念祭の間は20分に1本出ているみたいですね。最終は夜の12時半みたいです。そんな遅くまで出ているのか。まあテーマパークで遊んでからレストランでディナーとしゃれ込んだらどうしても遅くなっちまうしな。ミシュラムにあるホテルなんざ普通は高くて泊まれないだろうし。それでも今の時期は満室の可能性が高いでしょうね。どうするロイド、もう水上バスに乗ってミシュラムへ行ってしまう？そうだな。よし、それじゃあ水上バスを待とう。今更ながら浮いた格好な気がしてきたけど。それもそうね、フォーマルな格好で行った方が良かったかしら。まあパーティーに乗り込めると決まったわけじゃねえしな。テーマパーク目当ての観光客に紛れていいんじゃねえか。それでも私はやや浮いているかと思いますが、いっそミッシーのパジャマでも着ていけばよかったでしょうか。いや、さすがに目立ちすぎだろ。いくらテーマパークのマスコットキャラでもね。こっちでいいのかね。観光客？ええ、いかにもそんな感じの人みたいね。よう、彼氏たち、ちょいと尋ねたいんだけど、構わないか？ええ、いいですよ。観光客の方みたいですけど、道に迷いましたか？ああ、この街ちょっと広すぎるんだよな。そんでさ、ミシュラムって場所に行きたいんだが、こっちでいいのか？なあ、こっちでいいですよ。俺たちもちょうどミシュラムに行く水上バスを待っているところなんで。お、ビンゴだったか。そんじゃ、俺も並ばせてもらおうかね。あった、名乗り忘れてたな。俺の名前はレクター、レクターアランドールだ。エレボニアの帝都からさっき鉄道で着いたばかりだぜ。エレボニアの帝都、帝国の方だったんですか。へえ、それにしちゃなかなか活かした格好してんな。サングラスなんざかけてもろにバカンスしようじゃねえか。おお、クロスベルっていや最近リゾートでも有名だからな。豪にいれば豪に従え、これでも気合入れてきたんだぜ。気合を入れる方向が間違っている気もしますが、やっぱりテーマパーク目当てでいらっしゃったんですか？テーマパーク？なんだそりゃ。そんな面白いもんがミシュラムにはあんのか？ええ、まあ俺も行ったことないですけど。もともと保養地でしたけれど、最近ではそちらの方が有名ですね。へえ、なるほどね。まあ今回はただの代理として出席しに来ただけだからな。もうちょいいろいろと調べてから来りゃよかったかもな。代理として出席？あ、来たみたいだな。なかなか生かす船ではないか。早速俺様は甲板席の最前列をゲットさせてもらおう。そんじゃお先にな。なんだかランディをさらにチャランポランにしたような人だったわね。どういう意味だっつの。俺はあそこまで遊び人って感じじゃねえだろう。十分遊び人風かと思いますけど。ま、同じ遊び人でも全然違うタイプかもな。ランディみたいに夜遊びとナンパが趣味っていうより妙にフリーダムな感じというか。おお、分かってんじゃねえか。
俺と同じくらいの年みてえだが、一人で何しに来てんだろうな。あら、奇遇ね。あなたは？おお、キリカさんじゃないっすか。おとといはどうも。ここにいるということは、あなたたちもミシュランね。ええ、キリカさんもですか？仕事半分、観光半分ね。それより、今の派手な格好をした子は、あなたたちのお友達かしら？いえ、先ほど知り合ったばかりです。なんでも、エレボニアの帝都から観光に来たみたいですけど。帝都から？なるほどね。ん？ひょっとしてお知り合いですか？ねえ、ユニークそうなオーラをまとっていたから職業柄気になっただけよ。それではお先に。あなたたちも早く乗りなさい。いやー、相変わらずクールで素敵だぜ。仕事半分って言ってたけど、やっぱりテーマパークが目当てかな。芸能関係の仕事ならその可能性が高そうね。出航するみたいですね。ああ、俺たちも乗ろう。水上バスか。初めて乗ったけど、結構豪華な内装だな。バスと違って IBC が全面的に運営しているから乗船料も基本的にタダだしね。太っ腹ですね、それは。ま、ミラを持ってないと行った先で何もできねえけどな。到着まで20分くらい。適当にのんびりするとしようぜ。ミシュラン、なかなか興味深い場所ね。もう少し時間があったらテーマパークにも寄りたいのだけど。テーマパークに用があるんじゃないんですか？ええ、野暮用があってね。まあ、クロスベルに来るのはこれで最後ではないでしょうし。またの機会にゆっくり訪ねるわ。ぜひそうされてください。そういえば、アルカンシェルの新作はどうだったっすか？確か昨日見たんですよね。ええ、夜の部にね。私もいろいろな舞台を見てきたつもりだけど、あんな奇跡的なバランスで成立しているステージは初めて見たかもしれないわ。奇跡的なバランスですか？脚本、演出、衣装、音楽、そして派手な舞台装置にアクロバティックなパフォーマンス、どれも極めて質は高いけれど、他の名だたる劇場と比較してもずば抜けているほどではないわ。でもイリア・プラティエ、彼女の存在が核となって個々の要素が有機的に結びついた時、舞台が生き物のようになるのね。まるで生命の誕生に立ち会った気分にさせられたわ。
なるほど。生命の誕生、まさに奇跡かもしれませんね。いやー、さすが芸能プロデューサー。言われてみれば確かにその通りっすよ。ただ今回の新作については奇跡の立役者はもう一人いるわ。月の姫演じる大型新人リーシャ・マオ。死の気配を漂わせる彼女の存在が舞台をさらに高みを押し上げている。リーシャが死の気配ですか？あくまで私の直感だけどね。太陽と月、金と銀、光と闇、そして生と死、彼女とイリア・プラティエは見事なまでに対照的な気をまとっているわ。まさに陰陽対極を二人で体現していると言えるわね。陰陽対極、確か東方武術で使われてる概念でしたっけ？別に武術限定ではないけれど、ただ彼女たちが出会ったのはまさに運命的な偶然でしょうね。そしてそれを導いたのがクロスベルという都市が持っている場の得意性、そんな風に言えるかもしれない。運命を導く場。難しい話ですけど、なんとなくわかるような気もします。まあそんなに真剣に捉えなくてもいいわ。ただアルカンシェルの魅力はクロスベルという都市そのものと密接に関わっているところがある。そのあたりに注意しないと自治州以外での公演はうまくいかないかもしれないわね。では共和国での公演は白紙に戻すつもりとか？いえ、それはもったいないわ。クロスベル以外でもアルカンシェルの魅力を引き出す方法はあるはずよ。今後の交渉にあたってはそのあたりのプランニングが口説く鍵になるでしょうね。なるほど。すごいっすね、そこまで考えてるなんて。これでもプロだから。自分なりに本質を見抜き、あるべき目標と状況を設定し、それに至るための手段を考える。どのような仕事であれ、それがプロの流儀というものよ。プロの流儀、なるほど、勉強になります。私たちにとっても必要な心構えかもしれないわね。僕らの前には楽園が待っている。さて踊って波打ち際に走り出そう。白いボートであの島目指そう。魅惑の日焼けアート。パラソルヤシの木かき氷。君がいる場所、そこが僕の楽園。なんかめちゃめちゃ満喫してますね。しかも妙にうまいってのが逆にイラッとくるよな。おう、青春は爆発だからな。旅先で歌を奏でるのはどこぞの王子の専売特許じゃないんだぜ。意味不明なんですが、レクターさんはミシュラムにどういった要件でテーマパーク目当てではないみたいですけど。
ああ、さっきも言ったように代理として来ただけなんだよな。食えない中年親父の代わりなんだけどよ。食えない中年親父？名前くらいは知ってるんじゃないか。ギリアス・オズボンっていう食えない親父なんだが。で、ああ、やっぱ知ってるか。あの親父、押し出しだけはやたらといいからな。丁寧にヒゲの手入れなんざして、バラの似合うカリスマ美中年でも気取ってるつもりかっつーの。エレボニア帝国最初ギリアス・オズボーン、通称鉄血最初ですね。まさか帝国政府の方だったんですか。ま、俺はただの二等書記官だけどな。クロスベルのトップの一人でハルドマンっておっさんがいるだろう。去年そいつとギリアスのおっさんが極秘裏に、と言ってもバレバレだけど、会談してパイプを作ったんだが、そのパイプのつなぎとして今回俺が派遣されたってわけだ。いやー、宮遣いは大変だぜ。そうだったんですかって、そんなことまで俺たちに話してもいいんですか。ま、いいんじゃない。どうせあんたらここで死ぬんだし。今この水上バスに俺の部下が何人くらい乗り込んでると思う。多分片手の指じゃ足りないんじゃねえかな。何の目的で罠ですか。いやー、いい反応だ。こんな手に引っかかるなんて、なかなか純朴だな。ひょっとして全部ネタってか。いやー、なんつうか、クロスベルに来るまでの間、列車の中で読んだスパイ小説の設定まんま持ってきただけなんだけどな。そんなに反応してくれるとは俺様ちょっと予想外だぜ。もしかして律儀にネタに付き合ってくれたのか。まあ真に迫っていたのでついつられてしまいました。あまりに反応がいいんで、オークションの潜入調査に来た警察の人間かと思ったが、さすがにそんなスパイ小説みたいな話はそうそう転がってねえよな。そんなわけないじゃないですか。で、それじゃ、それではあなたも例のオークションに。ああ、そのつもりだ。ちなみに俺が鉄血最小の代理ってな、なしね。俺はただ帝国貴族のボンボン息子、都合がつかなくなった親父の代理でオークションに出席するつもりなのさ。そうでしたか。悪いけどその格好といい、帝国貴族の若様には見えねえな。おいおい、失礼なやつだな。お嬢さんたちはともかく、あんたら野郎どもだってボンボンには見えないぜ。違いね。ですが私たちも一応招待カードを持っています。改めて会場で顔を合わせることもあるかもしれませんね。ま、あんたら面白いし、そん時は声でもかけてくれ。親父どもの相手をするのにうんざりしてそうだしな。わかりました。それでは今夜、機会があったら会場で。おう、よろしく。
待たせしました。当水上バスは間もなくミシュラムに到着いたします。どなた様もお忘れ物のないようお気をつけてお降りになってください。ここがミシュランか。なんていうか想像以上にゴージャスそうな場所だな。もともと高級保養地だったところに IBC がリゾート開発を着手、ホテルとテーマパークができたのが2年ほど前らしいですね。ええ、以来アルカンシェルと並んで観光地としての目玉になっているわね。正面にあるのはホテルで、1階がアーケードになっているわ。レストラン、ブティック、宝飾店なんかが入っているわね。どこもバカ高で庶民には入りにくいけどな。俺も前にデートでテーマパークとレストランを利用したくらいなんだが。それでこれからどうすんだ。そうだな、まずはオークション会場の周辺の様子を確かめてみよう。ハルトマン議長邸だったな。ええ、アーケードを左に抜けた先に別荘が並ぶリゾート区画があるの。議長邸はその奥だったはずよ。わかった。それ以外にも行ける場所には行ってみよう。あのレクターって人みたいにオークションの招待客にも出くわすかもしれないですね。そういえばあの人ずいぶん怪しい言動だったけど、本当に帝国貴族なのかしら。さてな、鉄血宰相の代理って話と同じく単なる不可視かもしれねえが。ただああいう怪しい人間も招待客として呼ばれているらしい。シュバルツオークション、やはり一筋縄じゃいかなさそうだ。
あれがテーマパークか。なんというか、確かに楽しそうな場所だな。まあ実際大したもんだぜ。観覧車にジェットコースター、ホラーハウスにメリーゴーラウンド、おとぎ話に出てくるような中世の城まで建ってやがるしな。なんかすごそうだな。IBC が観光の目玉としてオープンさせた施設だから、私もベルに誘われて一度入ったことがあるけど、とても回りきれなかったわ。あまり時間は取れないけど、ちょっと中を覗いてみるか。いい、遊びに来たわけではないので、わざわざ入る必要はないかと。入場料も結構するみたいですし。まあ確かに安くはねえな。今から入ったんじゃとても元は取れないだろうぜ。今度お休みをもらったらみんなで遊びに来ましょう。それこそ午前中から一日中遊び尽くせるくらいに。はい。ここなら釣れそうだな。それ。よし、ゲットだ。
この先はどうやら封鎖されているみたいだけど。お、何か書いてあるぜ。どうやらこの先はまだ開発中みたいですね。ええ、ミシュラムの開発計画はまだ途中みたいだから、今後こちらの方にも何か作られるのかもしれないわ。やれやれ、豪勢なこった。ともかく今は用はなさそうだ。他を回ってみよう。あれか。あれがハルトマン議長で、すごいな。屋敷というより城みたいだ。まあクロスベルでは昔からの名士の家系だから、あの屋敷も100年近く前、帝国の統治時代の総督邸として建てられたものだと聞いているわ。それにしたってでかすぎだろう。帝国の大貴族じゃねえんだから。あんな場所を使って開かれるというオークション、相当大規模なものみたいですね。なあ、あれは、警備の手はずは例年通りだ。だが今年はヘイエどもが仕掛けてくる可能性も考えられる。招待カードを持ったやつ以外は誰であろうと通すんじゃねえぞ。承知しました。若頭の方はどうされます？俺は屋敷内部の警戒に当たる。何しろ神出鬼没なやつだ。警戒すぎることはねえだろう。そういえば出品物は全部搬入されたのか？ええ、今朝方例の人形が最後みたいですね。今回の目玉の一つか。まあいい、会場まであと数時間だ。くれぐれも気を抜くんじゃねえぞ。はい、お疲れ様です。出やがったか。あのおっさんも早速中に詰めているらしいな。確かガルシアという元良兵の若頭さんでしたね。パーティーの会場は確か夜の7時からもう警備を始めるみたいね。ああ、それだけ警戒してるんだろう。しかし参ったな。いくら招待カードがあっても簡単には中に入れなさそうだ。まあ俺たちも結構連中に面が割れちまってるしな。何か手立てを講じる必要がありそうな感じですね。とりあえず一旦ここから離れよう。ここで連中に見つかったら元も子もなくなりそうだ。そうね。気のせいだったみたいだ。ん？よくわからんが、とっとと行こうぜ。一通り回ってみたけど、やっぱりオークション会場に入る手立てを考える必要がありそうだ。確かにチェックしてるのが
あのマフィアどもみたいだからな。そもそもその招待カードはそのまま使えるんでしょうか。身元を照合される可能性が高そうな気もしますが。確かにそうね。そのあたりレンちゃんから話を聞ければよかったんだけど。ま、招待カードを譲ってくれただけでも、いずれにしてもどこか落ち着ける場所が欲しいな。レストランはちょっと人目がありすぎるか。なら上のホテルに空室はないんでしょうか。この時期だからさすがに満室だと思うけど。ま、ひょっとしたらキャンセル空きがあるかもしれねえ。フロントで聞くだけ聞いてみようぜ。そうだな。いらっしゃいませ、ホテルデルフィニアへようこそ。ひょっとして当ホテルのご利用でしょうか。ええ、そうなんですけど。やはり大変申し訳ありません。実は先ほど一件キャンセルがあったのですが、すぐに予約が入ってしまいまして。そうですか、惜しかったです。仕方ねえからレストランあたりに行こうぜ。話をするくらいはできるだろう。そうだな。お困りみたい。ワジ君？これはワジ様。なんだか部屋が取れなくて困っているみたいだけど、ゆっくり話ができる場所が欲しいってところかな。ああ、そうなんだけど。だったら話は早い。僕の部屋を提供してあげるよ。え？おいおい、いきなりだな。こっちだよ。どうするの？あからさまに怪しげな格好をしてましたけど。つうか、どうして不良グループのリーダーがこんな場所にいるんだ。まあ知らない相手じゃないし、とにかく行ってみよう。しかし君たちもなかなか優雅じゃないか。記念祭の最終日に休みをもらってミシュラムで豪遊とはね。ああ、まあ骨休みってところさ。それよりワジ、君のその格好は生かすだろ。僕の副業の制服みたいなもんさ。副業？それってどういう。上流階級という冷たい世界で愛を見失ってしまった麗しくも寂しいご婦人たち、そんな彼女たちに一時の夢を見せてあげる仕事さ。それってもしかして、いわゆるホストさんですか。おいおい、なんて羨ましい。いや、もとい、けしからんことを。別にミラに困ってやってるわけじゃないけどね。いつもしつこく誘われるから仕方なく付き合ってあげてるんだ。まあ、慈善事業ってやつ。なんて言い草だ。そういうすげないところにコロッと言っちまうマダムが多いってことかよ。ああ、正直感心はできないわね。それではワジさんはホストのお仕事でここに？ああ、いわゆるエスコート役ってやつさ。とあるご婦人に同伴してちょっと訳ありのパーティーに出るつもりなんだけどね。え？それってなるほどね。なるほどって、その何の話だ。シュバルツオークション、大方その名前を知って調べに来たってところだろ。バレバレみたいだな。ということはあなたが出る訳ありのパーティーというのも。ああ、そのオークションさ、去年も別のマダムの付き添いで行ったから2回目になるかな。そうだったのか。こんな身近に知っている人がいたとは思いませんでしたね。でも君たち
そのオークションを摘発するつもりなのかい？さすがに無茶だと思うけど。いや、悔しいけど元より摘発するつもりはないさ。ただ知っておきたかったんだ。クロスベルの歪みを象徴したような豪華絢爛な裏の社交パーティー、俺たちが乗り越えるべき壁がどの程度のものであるのかを。ロイド。なるほどね。その意気込みは買うけど、あいにくオークションには招待カードがないと入れないよ。毎年違ったバラのデザインで投資ナンバーも入ってるから偽造することも難しい。どうしようもないと思うけどね。それなんだけど、実はカードは持っているんだ。へえ。どうやって手に入れたかを聞くのは野暮ってもんかな。なあ、事情があってね。この招待カードだけど身元の特定はされないのかしら。会員限定で登録されている人しか入ることはできないとか。いや、それはないと思うよ。裏の社交界的な側面があるから新規の客を歓迎してるみたいなんだ。盗品を扱っている以上、あえて身元を特定されたくない有力者も多いみたいだしね。うん、だったらなんとかなるかもしれねえな。あ、そういや、1枚の招待カードで何人まで入れるもんなんだ。特に決まりはないみたいだけど、ただまあ大抵は2人連れだね。4人連れで入るのは目立つからおすすめはできないよ。なるほど、確かにそれは言えてるかもしれないわね。それと一応パーティーだからフォーマルな格好をした方がいいね。まあ僕みたいな格好をして悪目立ちするってのもありだけど。さすがにそれは遠慮しとくよ。なあエリー、パーティー向けの服装だけど、どこかで調達できる場所はないかな。それなら下のブティックがちょうどいいと思うわ。前に来た時に使ったことがあるし、私が建て替えておくから。いや、それはそのくらいさせてちょうだい。それより問題は潜入するメンバーでしょ。ああ、そうだな。くじ引きかじゃんけんで決めるってのもあれだしな。おいおい、何言ってんだ。少なくともお前は確定だろうが。え、今回の件、一番こだわっていたのはロイドさんですし、私たちのリーダーですから行くのは当然ではないかと。でももうここは素直に引き受けておきなさい。見てみたいんでしょ、クロスベルの歪みの実態を。わかった、引き受けさせてもらうよ。だったらもう一人同伴する人間を決めるといい。一人で参加するっていうのはかえって目立つだろうからね。そうだな。私かティオちゃんかランディ、マフィアがいることを踏まえて選んだ方がいいかもしれないわね。残る二人は会場の外でいざという時に備えて待機する、そんな役割分担でしょうか。ま、どんな分担にするにしてもまずは下のブティックに行こうぜ。ドレスアップする時までに誰を連れていくか決めとけよ。なあ、そうさせてもらおうかな。ちょっと待て、どうして輪島で一緒についてくるんだ。せっかくだからコーディネートの指南でもしてあげようと思ってね。マフィアのチェックをごまかすコツを教えてあげるよ。まあそういうことなら。なんかあからさまに興味本位っぽいですけど。ま、聞くだけ聞いてみようぜ。それじゃあ下にあるブティックに行きましょう。
しかし高そうな店だな。まあいわゆる高級ブランド店だな。フォーマルな服からきれいめのカジュアルまで何でも揃ってるみたいだぜ。その分いい値段だけどね。値段のことは気にしないで。それでロイド、誰を連れていくか決まった？ああ、エリ、一緒に来てくれるか？うん、分かったわ。まあ一番さりげなく中に入れそうな組み合わせかもしれないわね。ああ、そう。君たちの場合なら普通にカップルとして装うのが一番だろうね。行動的な資産家のお嬢様が庶民でのボーイフレンドを連れて話題のパーティーに参加してみた、そんな感じで行ってみたら？なるほど。そこは怒ってもいいところだと思うけど。いいからとっととコーディネートしちまえよ。どう変身するのかちょっと楽しみです。お待たせ。一応着てみたけど。いいじゃん。さすがに慣れてるだけあってお嬢のドレス姿は言うことねえな。はい、とっても素敵です。それにロイドさんもなかなかお似合いだと思います。そうかな。さすがにエリーの横に立つと釣り合っていない感じだけど。そんなことないわ。あなた肩幅が結構あるからスーツ姿も似合うみたいね。ありがとう。なんとかエリーのボーイフレンドに見えればいいんだけど。ええ、ちゃんと見えると思うわ。どうやら余計なアドバイスは必要なさそうだね。そうだ、ついでにこれも持っていくといい。これは？女性はドレスアップするとかなり雰囲気が変わるけど、君の方はフォーマルな格好でもそこまで印象は変わらないからね。せめて会場にいる時くらいつけた方がいいんじゃないかな。なるほど、助かるよ。どうかな。へえ、驚いた。結構印象が変わるものね。しかも意外と似合ってます。これを機にメガネ男子になったらどうだ。いや別に目は悪くないし。よし、これで準備は整ったな。あとはオークションが開場するのを待つだけだ。綺麗ですね。そうね。しかし夜には花火まで上げるなんてな。記念祭だけの演出なのか？いや、毎日ある演出らしいぜ。テーマパークの夜の部もこれからが本番ってところだろう。ナイトパレードにライトアップされた観覧車。女の子を口説くには絶好のシチュエーションだろうね。さてと、僕は一足先に行こうかな。そうか、どこかのご婦人と待ち合わせしてるんだったか。まあね。それではエイドスの幸運を。君たちがヘマをしなければオークション会場で会おう。やれやれ、人を食ったやつだな。不良集団のヘッドにして上流階級御用達のホスト、いろいろと怪しい人ですよね。でも正直オークションの情報を教えてくれたのは助かったわ。借りを作ってしまったわね。なあ、俺たちもそろそろオークション会場に向かおう。なんとか入り口のチェックを抜けて会場の中に入り込まないとな。
ええ、そうね。私の方は問題ないわ。そろそろ行きましょうか。ああ。準備は OK だ。オークション会場に入ろう。ええ、分かったわ。ロイドさん、エリーさん、どうかお気をつけて。打ち合わせ通り、俺たちはこの辺りで待機してるぜ。何かあったらすぐにエニグマで連絡してこいよ。なあ、そっちの方も気をつけて。それじゃあ行ってくるわね。ようこそシュバルツオークションへ。招待カードを見せていただけますか。ああ、これでいいかな。うん、確かに。念のためお名前を伺ってもよろしいですか。ガイ・バニングスだ。身分は明かす必要はないだろう。ええ、それはもちろん。そちらの方は。お疲れ様。私の方は事情があって身分を明かせないのだけど、こういう催しでもあるし別に構わないのよね。ええ、ですが一応そちらのガイ様とのご関係を伺ってもよろしいですか。あら、恋人には見えない。と言ってもまだお父様とお母様には内緒にしている関係なんだけど。ごめん、僕が君の身分に釣り合わないばっかりに。でもきっと事業を成功させてご両親にお嬢さんをくださいって頼めるように頑張るから。期待してるわね。失礼しました。それではガイ様、お連れ様、どうか存分に今宵のオークションをお楽しみになってください。なんだここは。ハルトマン議長邸。噂には聞いていたけど、こんな壮麗な建物だったなんて。ああ、想像以上だったな。ハルトマン議長、それにルバーチェ、ここまで大物だったのか。ようこそお客様。シュバルツオークションへようこそ。お客様は初めてのご来場でございますか。なあ、そうだけど。オークションは午後9時から正面にあるホールにて開催を予定しております。それまでの間、左手にあるサロンで供応の用意をさせていただいておりますので、お酒やお食事などをお楽しみください。ちなみに今宵当館にお泊まりになるつもりはございますか。いや、ホテルに部屋を取っているし、知り合いも待たせているからね。今回は遠慮させてもらうよ。かしこまりました。もし気が変わられた場合、すぐにお部屋を用意いたしますので、
遠慮なくお申し付けになってください。なお邸内はご自由にご観覧いただいて結構ですが、いくつかの区画は立ち入りをご遠慮願っておりますので、どうかご容赦くださいませ。ああ、わかったよ。丁寧な案内ありがとう。いえ、何かあったら私や他の使用人に遠慮なくお申し付けください。それでは。オークション開催まで2時間くらいはある。一通り屋敷の中を回ってみよう。ええ、わかったわ。立食形式のパーティーか。かなりの招待客が集まってるみたいだけど、料理やお酒もさすがに高価そうね。一流のシェフを雇っているのでしょうね。こんな状況じゃなければ喜んでごちそうになるんだけど、なんだか緊張して食欲がないな。無理もないわ。あら、あ、キリカさん。本当に奇遇ね。こんな場所であなたたちと会うなんてさすがに想定外だったわ。これはその、いろいろとわけが。まあいいわ。それでこの会場ではどんな名で呼べばいいのかしら。どうしてそこまで。あなたたちの立場を考えれば何をしているのか想像はつくわ。そして招待カードを渡すときには代表者が名乗る必要がある。で、何と呼べばいいのかしら。ガイでお願いします。わかったわ、ガイ君。私はそのままキリカと呼んでちょうだい。わかりました。それでどうしてキリカさんはこの場所に。やはり出品物が目当てですか。職業柄神塚の知り合いが多くてね。そういった人たちからどういう出物があるか確かめてほしいと頼まれたのよ。まあ市場調査といったところね。なるほど。しかしハルトマン議長という人はなかなか抜け目ない人物のようね。このオークション仕組みとしてよくできているわ。よくできている。どういうことですか。決して摘発されることのない上流階級御用達の裏のオークション。それは各国の有力者にとって実に都合のいい場であるということよ。単なる盗品以外にも賄賂の品や資金調達のための横流し品、それらを自国で処分しようとすれば法律による摘発は免れない。でもこのクロスベルでは見なかったことにされてしまう。だからこそ帝国も共和国もこのオークションを黙認しているのね。おそらく今回の出品物の中にもいくつかあるのではないかしら。両国の政府筋から引き取られたいわくつきの品々が。要するに国際的にも黙認されたブラックマーケットってことですか。改めて聞くと、とんでもない話ですね。もちろん、そんな仕組みもクロスベルならではと言えるわ。あなたたちにとっては歯がゆい現実でしょうけど、まあ、逆らうのは難しいでしょうね。ロイド。ただ、よくできてはいても、不自然な仕組みであるのも確かよ。え？
万物は気の流れと調和によって成り立つ。歪んだものは歪んだままでは決して長続きはしないわ。何かきっかけがあればいつ崩れ去ってもおかしくない。その意味ではあなたたちの頑張りも無駄にはならないかもしれない。キリカさん、そう言っていただけるととても心強いですおしゃべりが過ぎてしまったみたいね。せっかくの機会だからいろいろなものを見てくるといいわ。それがきっとあなたたちの糧になるはずだから。はい。あれは。ご来場の皆様、当オークションの主催者が参りましたので皆様にご挨拶させていただきます。あれが。ええ、ルバーチェの会長とハルトマン議長ね。皆様ご機嫌や。当オークションを主催してあるルバーチェ商会のマルコーニです。早いものでこのオークションも今年で8回目を迎えました。年々来場される方々も増え、それに比例して出品物もますます充実したものになっております。これもひとえに皆様のご理解とご愛顧の賜物であると言えましょう。そしてもう一方、毎年私どもの催しにこの素晴らしい邸宅を会場として提供してくださっている方がおります。ご紹介しましょう。ホルトマン議長閣下です。たった今紹介に預かった自治州議長を務めるハルトマンです。今宵この素晴らしい催しの場を提供させていただくのは誠に光栄の極み。単なるオークションというだけでなく、各界の名士の方々が集い交換する出会いの場であるとも言えましょう。まだまだ酔いの口。オークションが終了した後にはささやかな夜会も用意しております。皆様におかれましてはどうか当館をご自分の家と思い心よりくつろいでいただきたい。あれがマルコーニ会長にハルトマン議長か。議長の方はさすがに大物政治家って感じだな。自らの権威が揺るぎないものであるのを確信しているからでしょうね。ルバーチェの会長の方は初めて見たけれど、思っていた以上に狡猾でやり手といった感じね。ああ、どちらも一筋縄じゃいかなそうだ。できれば話してみたいけど、さすがに自重した方が良さそうだな。ええ、私は一応議長と少し面識もあるし、直接コンタクトするのは避けてもらえると助かるわ。分かった。さりげなくサロンから出よう。お客様、申し訳ありません。こちらは当館の主人の居室になっておりまして。ということはハルトマン議長閣下の。はい、その通りでございます。ただあいにく主人は不在でして、今でしたら1階左手にあるサロンにいるかと思いますが。
ああ、さっき見かけたよ。お邪魔しました。だからその誤解だと言っているだろう。こちらの女性とはただの仕事上の付き合いでね。いいえ、ごまかされませんから。様子がおかしいと思ったらやっぱり他の女性と一緒に来ていたなんて。やあ君たち、無事に入れたようで何より。おかげさまでね。それよりこれは何の騒ぎなんだ。ご覧の通り、修羅場ってやつさ。君だってそんないかがわしい格好の少年と一緒にいるじゃないか。まさかそういう関係なのか。その子は困っていた私を手助けしてくれた恩人ですわ。クロスベルに来て右も左も分からず困っていたところを助けてくれて、オークション会場まで案内してくれて、わざわざ付き添いまでしてくれた。あなたとそちらの女性のようないかがわしい関係ではありません。僕としてはそれ以上の関係になってもいいんだけどね。ねえ奥さん、そんな薄情なご主人なんか放って、このまま僕と火遊びしてみない？奥さんみたいなけなげで可愛い女性嫌いじゃないしさ。ラジ君、そんな。君、人のワイフに色目を使うのはやめてもらおうか。ああもう、これ以上付き合ってられないわ。ジェームズさん、火遊びをするんだったらもう少し上手に立ち回ってよね。まったく、とっとと他の招待客を引っ掛けないと。ニキータ君、やっぱり仕事上の付き合いなんて嘘でしたのね。もう愛想がつきました。私このまま実家に帰らせてもらいます。エヴァリン、そんな。なんだかお邪魔しちゃ悪そうね。俺たちはこれで失礼させてもらうよ。それがいいね。また後で宴を楽しんでくるといい。なあエリ、こういう設備を屋内に作るのにどのくらいのミラが必要だと思う？私だってさすがに見当もつかないわよ。こんな設備お城にだってそうそうはないと思うし。はあ、ハルトマン議長か、昔からの名門とはいえそこまでの資産家なのか。うわっ、あなたはよー、お二人さん、ドレスアップしたようだがなかなか似合ってるじゃないか。おお、パーティーに清掃してくるだけの分別はあるみたいだな。いや、その格好で言われても。さすがにラフすぎる格好だと思いますけど。ハルトマンのおっさんも自分の家のようにくつろげとか言ってたからな。あんたらもぼちぼち楽しんでるようで何よりだ。ま、俺に比べたらまだまだだけどな。どれどれ。お、あの辺りにするか。ちょ、いきなり何をやってるんですか。信じられない。
というか、こんな場所で魚が釣れるはずが。お？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 来た来た！釣れちゃった。よし、今日はなかなかいいものが釣れたな。これはクロエの土産に持って行ってやろう。観賞用の金魚の一種みたいだけど。っていうか、さすがにまずいんじゃ。それではさらばだ。ま、あんたらの方もいいもん釣れるといいな。ね。まあ、その見なかったことにしましょう。お客様、申し訳ありません。こちらはスタッフ専用の部屋になっておりまして。ああ、それは失礼。広すぎて迷ったみたいだ。マフィアが詰めている待機場所ってところか。おい、ちゃんとリスト通りに揃っているんだろうな。ああ、前半の出品物はそろそろ会場に運び出すぞ。ひょっとして出品物はそちらの方に。ええ、万が一のことがないよう我々で保管をしております。オークションで出品されるのを楽しみにしていただけると。なあ、もちろん期待しているよ。それじゃ戻ろうか。ええ、分かったわ。いや、ごめん、早くここを離れよう。どうやらここがオークション会場みたいだけど、なんかもうため息しか出てこないな。なんだか奥の方に水が流れているけど、正直ありえないくらい贅を尽くしている感じだわ。とにかく他の場所も回ってみよう。どんな招待客がいるのか一通り確かめておきたいしな。妙だな。てっきり何か仕掛けてくると思ったんだが。今のところは異常なしですね。
さすがのヘイウェイもアルトマン議長の顔を潰すような真似はしないんじゃないですか。バカ野郎、連中を甘く見るな。イーンはもちろん、あのツァーも有能すぎて組織の長老どもから疎まれてるって噂の切れ者だ。気を抜いてると喉笛に食いつかれるぞ。はい。しかし今回のオークションは妙な感じがしやがるな。ヘイウェイ以外にもどこぞの連中がちょろちょろと紛れ込んでいる。そんな気配がしやがる。それも戦場で培った良兵としての勘ですかい。まあな。俺も焼きが回っちまったか。このまま何も起こらずに終わるに越したことはねえんだが、久々に狩りがしたい気分だぜ。あ、マフィアの若頭。おっと、こいつは失礼。当会場の警備を担当しているガルシア・ロッシと言います。防犯のため見回ってる最中でして、お見苦しいでしょうがご容赦を。いや、見回りご苦労様だね。なんとかしのがないと。お客さん、どこかで見かけたことがあるようだ。気のせいじゃないかな。あなたみたいな大柄な人、一度見たら忘れないだろうしね。そうかもしれませんな。念のため名前を伺ってもいいですかね。ああ、構わないよ。はじめまして、ガイ・バニングスという。ガイ、あって、その名前もどこかで聞いたような。まずったか。どうしたら。遅れてしまいましたわね。ベル。こんばんは、ガイさん。こんな場所で会えるなんて本当に奇遇ですわね。ええ。本当に予想外だわ。お嬢さんはどちら様で。私の名はマリアベルクロイス。お見知りおき願いますわ。 IBC の。これはこれは、上から話は聞いておりましたよ。今年はついに招待に応じてくださったわけですな。何度も断るのもさすがに失礼かと思いまして。こちらの方々は私の友人ですけど、何か問題でもありまして。いやいや、とんでもない。改めまして、ようこそシュバルツオークションへ。まずはハルトマン議長にご案内いたしましょうかね。議長閣下には後ほど改めて挨拶しますわ。それよりできればお部屋をご用意してくださる。先ほどまで商談をしていたので少し休憩したいのですけど。かしこまりました。おい、マリアベルお嬢様が部屋をご所望だ。くれぐれも粗相のないようにな。はい、それでは案内させていただきます。なるほど、そういう事情でした。なかなか大胆なことをしてますわね。ええ、まあ実際には見ているだけですから、ただの自己満足かもしれませんけど。でも気に入りましたわ。エリーの同僚ならそれくらいの思い切りがないとふさわしくありませんものね。もう何を言ってるのよ。それにしてもベル、どうしてこんなところに。さっきの話を聞く限り来るのは初めてみたいだけど。ハルトマン議長からは毎年熱心に誘われていますの。ただまあ
怪しい方々との付き合いがある人でしょ。お父様はいろいろと理由をつけて断っているんですけど、私の方はなかなかそうもいかなくって。なるほど、確かにそうかもしれないわね。何か事情があるんですか？前にも言ったけど、彼女は IBC の事業のいくつかをおじさまから任されているのよ。このミシュラムの開発計画も担当しているそうだから。ええと言ってもホテルとテーマパークの運営に関わっているだけですけど、ただその関係でどうしても昔から住んでいる議長のお誘いはなかなか無限にできなくって、今年はこうして出席することにしたわけですよ。なるほど。あら、エリー、何か言いたいことがありそうな顔ですわね。まあね、ベルって自分が気に入らないことは絶対にやらないタイプでしょ。なのに事情があるからといってわざわざ足を運んだりして、何か他に狙いがあるのではないの？さすがはエリー。実は今回の出品物に面白い品があるそうなんですの。それに興味があったので出席することにしたのです。それってどういう品なの？ローゼンベルク工房製の初期のアンティークドール。神塚の間で破格の値段がついた幻の作品という触れ込みですわ。アンティークドール、やっぱりそれもいわくつきの作品なのかしら。盗品か、どこぞの資産家が後ろ暗い理由で手放したものか、詳細は分かりませんけど、噂では素晴らしい一品らしくて、コレクターの一人としてこれは見逃せないでしょ。なるほど、あなた昔からあそこの人形のファンだものね。ちなみにそういう人形いくらくらいの値がつくんですか？そうですわね、初期の作品は最近のものより一回り以上大きかったらしくて、ホットマイスターもそのサイズはもう作るつもりがないそうで、必然的にプレミアがついて、以前テートで開かれたオークションでは500万ミラで落札された作品もあったそうですね。人形一体にそんな値が？まあ熱心なファンがいる芸術品みたいなものだから。しかしその様子だと手に入れる気満々みたいね。由来がどうあれ人形には罪はありませんから。もちろん盗品であった場合は叱るべき対応をいたしますわ。その上で前の所有者と交渉して正式に手に入れるつもりですけど。参りました。かなわないわね。あら、失礼します。マリアベル様、オークションの開催時刻がそろそろ近づいてまいりましたが。そう、ありがとう。すぐに参りますから、後ろの方に3人分の席を用意してもらえるかしら。かしこまりました。ベル心配いりませんわ。私が議長と挨拶するのはオークションが終わった後ですし。構わないかしらロイド。ああ、せっかくだから一緒に出席させてもらおう。マリアベルさん、よろしくお願いします。ええ、こちらこそ。かなりの盛況ぶりだな。ええ、相当なミラが動きそうね。マリアベル様、お待ちしておりました。
こちらの席でよろしいですか？ええ、ありがとう。さあ、座ってしまいましょう。ええ。さすがにちょっと緊張してきたわね。ああ、ここにいたのか。あら、ワジ君。一人みたいだけど、さっきの喧嘩は結局どうなったんだ？なんだかんだで元の鞘に収まったみたいだね。それで僕も晴れてお役御免になったところさ。そうか、よかった。お疲れ様。面白い方とお知り合いみたいですわね。ああ、こちらの彼、僕の名前はワジ、ワジヘミスフィアだよ。 IBC 総裁のご令嬢マリアベル・クロイスさんだね。お会いできて光栄だよ。あら、奇跡を制されてしまったわね。ワジさんと言ったかしら。よかったら近くに席を用意してもらいましょうか。いや、それには及ばない。実は少々そちらの彼らに伝えたいことがあってね。え、窓から裏庭を見下ろしたら犬が何匹も眠っていた。何か心当たりはあるかい？本当か？犬というと例の軍用犬のことみたいね。でも眠っていたって。マリアベルさん、申し訳ないですけど少しばかり席を外します。いろいろと面白いことになっているみたいですわね。私のことはお気になさらずに、せいぜいあなた方の代わりにオークションでの出品物を見届けておきますわ。感謝します。ありがとう、ベル。庭に放たれていた番犬が何匹も眠っていた。何を意味してるのかな。ああ、考えられるとすれば。何らかの侵入者が現れた。その可能性が高いかもしれない。なるほど、確かに。いずれにしても何かが起ころうとしている。それだけは確かみたいだね。ああ、念のため屋敷の中を一通り回ってみよう。異変に気づけるかもしれない。ええ。僕も付き合わせてもらうよ。ダメだ、気絶している。へえ、どうやら一撃で混沌させられたみたいだね。こんなことができるのは。とにかく中てめえいつの間に現れやがった。我が名はミン。月の光さすところならどこへでも現れよう。ふざけろ、くたばりやがれ。ぬるい。我が名は人間、さりざる前の探検。眠れ白金の光に乱かれ。バカな。やっぱり妙な気配がするかと思えば、お前たちも入り込んでいたか。あんた、へえ、随分とヤバそうな人だね。察するに巷で噂されてるインドのなのかな。いかにも、テスタメンツリーダーワジヘミスフィ。妙な気配の一つはお前の夢だったようだね。それ以外
馬弁だったと。うん、面白いことを言うね。それで僕たちも彼らのように実力で排除するつもりかい？おい。お前たちを始末するのは簡単だが、この場を任せても面白いことになりそうだ。そちらの奥の部屋にはオークション後半の出品物がある。テイウェイに流れた情報によると面白い爆弾があるらしいぞ。その目で確かめてみるといい。おい、なんて身のこなし。やれやれ、噂にたがわぬ化け物みたいだね。やり合う羽目にならなくてラッキーだったけど。どうするんだい、ロイド。時間がない。奥の部屋を調べてみよう。あいつが言っていた爆弾、本当にあるなら確かめてみたい。そう言うと思ったよ。はぁ、仕方ないわ。できるだけ急いで調べるだけ調べてみましょう。ああ。はぁ、仕方ないわね。ここは見つけて、私を見つけて。どうやらオークションの後半に出品されるものみたいね。まだ結構あるみたいだけど。後半に出る時間もないことだし、手分けして調べてみようか。ああ。どうやらオークションの後半に出品されるものみたいね。まだ結構あるみたいだけど。後半に出るってことはとっておきの品ばかりだろうね。時間もないことだし、手分けして調べてみようか。ああ、どうやら本当に何かありそうだ。このトランクは随分大きいけど、何が入っているんだ。鍵がかかっているけど、このくらいだったらなんとか。捜査官研修で習ったピッキング対策用の技術、まさかこんなところで使うなんてな。
やった。もしかしてこれがローゼンベルク工房の、まるで本当に生きているみたいだけど、でもこれは、お兄ちゃん誰？どうしたの？その子、君はどうしてこんなところに？どうしたの？目をまん丸にして。お兄ちゃん面白い。いや、面白いって、もしかして偶然中に紛れ込んだのか？お父さんとお母さんはどこにいるかわかるかい？ん？お父さん？お母さん？キーヤ、そんなの知らないよ。キーヤ、でも一体誰の？ねえロイド、その子の格好どう考えても招待客の子には見えないんだけど。ああもう。なるほどね。どうやらその子が爆弾だったわけだ。ローゼンベルク工房の人形がしまわれているトランク、もしこのまま会場に運ばれてその蓋が開かれていたら。なるほど。へえ、お兄ちゃんロイドって言うんだ。ロイド。いい名前だね。どうも。で、そうじゃなくて、キーヤ、他に覚えてることはないか？知ってる人とか住んでいた場所とか。何も思い出せないや。かっくとにかく君をこのままにはしておけない。一旦ここを出て。いけない。やれやれ、タイムオーバーみたいだね。なっ、バカな侵入者だと。出品物を確かめろ。和人、どうやら覚悟を決めた方がいいんじゃない？このままだと確実に連中に捕まることになるよ。わかった。キーヤ、俺たちと一緒に来てくれるか？君のことは絶対に守るから。ん？よくわかんないけど別にいいよ。キーヤ、ロイドたちと一緒に行く。いい子だ。二人とも動きやすい格好に戻ってくれ。それと外で待機しているランディたちに連絡を。これよりこの子を連れて議長邸から脱出する。わかったわ。楽しくなってきたじゃないか。いたぞ！侵入者だ！キーヤ、下がっていてくれ。うん。来るわ。わあ、黒い人たちだ。ええ。
肉マック丼。行くよ。度胸のある子じゃないか。この調子でなんとか逃げ切れるといいんだけど。とにかく急ぎましょう。やはりネズミが出やがった。てめえら狩りを始めるぞ。客はオークション会場に隔離して、屋敷の出口は完全に封鎖しろ。ネズミ一匹逃がすんじゃねえぞ。承知しました。なんかでっかい人がいるね。どうやら正面玄関から逃げるのは無理みたいね。屋内に犬を放つなんて。なんとか撃退しないと。来るよ。ワンちゃんたち可愛いね。私の番ね。さてと。ワンちゃんたち、ね、僕の番か。
ってくれ。やれやれ。ここは確かハルトマン議長の部屋じゃなかったかしら。へえ、さすがに豪華そうな部屋だね。どうやら先客がいるみたいだけど。おいおい、先に気づくなよな。せっかく驚かせてやろうと準備してたのによ。レクターさん、どうしてここに。おお、これはなかなか。あんたらも随分と面白い魚を釣り上げたもんだな。お魚ってキーヤのこと？キーヤ食べられちゃうの？おお、頭からガブリと人飲みにな。ガオーバクバクバク。しまった、喉に詰まらせちまったぜ。この人変な人だね。それは十分すぎるくらい分かってるよ。インといい、 IBC のお嬢様といい、変な知り合いが多いな。これも君たちの人徳かい？そんな人徳嫌すぎるんだが。というかあなたも十分変な知り合いでしょ。おいおい、あんたらちょっと和みすぎだろ。もうちょい脱出者としての緊張感を持ってくれないとな。いや、いきなりそんな正論を言われても。おい、いたか。右翼は調べた、あとは左翼だけだ。議長の部屋も確認しろ。何グズグズしてんだ。俺がいた場所があるだろうが。迷っている暇はないわ。これはレクター様。おう、見回りご苦労。クセ者が出たらしいが、そろそろ捕まったのか。いえ、ですが時間の問題です。ところでレクター様はどうした。ああ、この辺りで変な物音が聞こえてな。変な物音、まさか侵入者。おい、出てこいよ、怖がることないんだぜ。何を。最初から私たちを突き出すつもりで。いや、ね、猫。おお、クロ、そんなに怖がるなって。ほら、うりうり、犬に追いかけられて怖い思いをしちまったか。よし、この黒い連中に一言文句を言ってやれ。
く、人騒がせな。失礼する。ああそうそう、今思い出したぜ。さっきそこの窓から妙な連中を見かけたんだが、あれがクセモノってやつだったのか。妙な連中、どういう連中ですか。なんかちっこい女の子を連れてたみたいだが、裏庭の方に逃げていったぜ。間違いない、目撃情報と一致するぞ。いつの間に屋敷の外に。若頭に報告するぞ。見事な手並みだね。その猫、最初から用意してたんですか。何のことだ。おや、裏庭に逃げたはずの連中がなぜここに。世の中不思議でいっぱいだな。やっぱり変な人だ。本当に助かりました。みんな、一か八か玄関の方に行ってみよう。さっきの誘導で手薄になってるかもしれない。よし、あの数なら強行突破しましょう。行こうか。ああ、なっ、外に出たんじゃ。遅い。また来た。僕の番か。問題ない、このまま脱出するぞ。アリベデルチ。何をやってるお前たち。起きろ、起きんか。ガルシャ、何をやってやる。面白いことになってますわね。しかしロイドさんが抱きかかえていたあの子は。
よかった。無事合流できたか。はあ、ヒヤヒヤさせやがるな。って、なんだその子は。通信で伝えたでしょ、女の子を一人保護したって。ねえねえロイド、この人たち味方なの？ああ、信頼できる仲間さ。時間がない、早くここから。そうはいくかよ。やれやれ、読まれていたみたいだね。若頭の指示通り貼っておいて正解だったぜ。なるほど、警察の小僧どもだったか。さすがに老いたが過ぎたみてえだな。な、動力式の重機関銃なんてものを持ち出しやがる。しかもラインフォルトの最新式みたいですね。抵抗してもいいんだぜ。この間合いだったらあっという間にミンチだろうがな。ねえねえロイド、もしかしてこれがピンチっていうやつ？なあ、どうやらそうみたいだ。いや、まだみたいだね。なんだ。やられちゃったよ。今のは屋敷の方から飛んできたみたいだが。どうやら他にも助っ人がいたみたいだね。詮索は後にして逃げた方がいいんじゃない。ああ、今ならちょうど水上バスが来ています。とにかく鳩場に向かうぞ。まさか外区に犬を。なんかいっぱいいるね。来るぞ。
事終わらせるぞ。さてと行きます。よし、よし、だな。ほらよ、お返しよ。お返しです。どこだ、どこだ。よし、私の番です。信じられない。他の観光客だっているのに軍用犬を放つなんて。なりふり構わなくなってきましたね。とにかくアーケードを突破して鳩場に向かおう。一般市民が巻き込まれたらそっちもなんとかカバーするぞ。おお、無茶言いやがる。君たちも苦労してるね。やめろ、一般市民を巻き込むな。はぁ、知ったことかよ。てめえらを逃がしたら俺たちの方がヤバいんだ。任せてくれ。よし、行くぜ。ほらよ、僕の番か。二人とも大丈夫ですか？何なのこの人たち。急いでホテルに避難してください。そこまでは彼らも踏み込んでこないはずです。わかった。もうやだ、ミシュラムなんて来なければよかった。
しまった。お船行っちゃったね。そんな、まだ出航時刻では。騒ぎを聞いて出航を早めたのかもしれないわ。正しい判断といえばそうかもしれないけど、僕たちにとっては最悪の判断だったみたいだね。いたぞ、追い詰めろ。逃げるだけ逃げるぞ。ボートかなんか波止場に止まってるかもしれねえ。ああ、ち、何にもねえのかよ。このままじゃ。ここまでか。やれやれ、てめえらだったとはな。ガルシア、ロッシ、支援課のガキども、ずいぶん久しぶりじゃねえか。道理で見たことのあるガキどもだと思ったわけだ。まさか招待カードを手に入れてオークションに潜入するとはな。別に警察の人間が参加しちゃいけないという決まりはなかったみたいですけどね。うん、別に構わないぜ。来る者は拒まず。しかしまあ、正直侮ってたぜ。まさかヘイユエと結託してここまでの騒ぎを起こすとはな。ヘイユエ？なんでそうなる。インと私たちは何の関わりもありません。気絶した部下の方たちに聞いてみたらどうですか。むしろ侵入していた彼を追い払ったようなもんだしね。ん、そうなの。まあ、そんなのは今さらどうでもいいんだよ。問題はてめえらが俺たちのメンツを潰したこと。その落とし前だけはきっちりとつけさせてもらわねえとな。投稿すると言っても聞いてくれなさそうですね。せっかくの仮に獲物の悲鳴を聞かないってのも。安心しろ、命までは取るつもりはねえ。腕の一本か二本で勘弁してやるからよ。本気みたいです。たく、年を考えろよおっさん。せいぜい楽しませてくれ。久々の彼で血がたぎっているこのキリングベアをな。来る。覚悟はいいか構造ども。敵接近、狙い撃つわ。よし。
行くよ。楽しくなってきたぜ。
手こずらせてくれたね。若頭、大丈夫ですか？味見だけのつもりだったが、楽しませてくれるじゃねえか。あ、生き返っちゃった。バカな。あのバルドよりもはるかにタフみたいだね。化け物が。何を脱がしてやがる、ランドルフ・オルランダ。てめえだって同じだろうな。ランディ。やっぱりそうだったな。大陸西部最強の両兵団の一つ、赤い星座。その団長の息子にして、ガキの頃から大部隊を率いて敵を殺しまくった赤き死神、刀身の息子ランドルフ・オルランド。刀身の息子、赤い星座、有名な両兵団ですね。そうだったの。バレちまったら仕方ねえか。まあそのおっさんの話は大体間違っちゃいねえぜ。刀身の息子って呼び名はヘドが出るほど気に食わねえがな。どうやら訳ありでクロスベルに流れてきたらしいね。俺の古巣西風の旅団と赤い星座が昔からの宿敵。ちょうどいい、ここらで因縁の対決と言ってみようじゃねえか。今度は対マン勝負でな。抜かせ。おい、ランディ。ここは任せろ。このおっさんを倒せたら何とか突破口が開けるはずだ。俺のことはいい、とにかくこの場を切り抜けろ。そんな、ダメよ。らしくないです。もうくない。爆発的な闘技を引き出す両兵ならではの戦闘技術。そうこなくっちゃな。下がれ。すごいね。ビリビリする。このままじゃ。課長、わあ、ボートだ。ナイスタイミングです。
行かせるか！てめえ？悪いなおっさん。今回は付き合いなさそうだ。それよりあんたら知ってたのか。人間の子供をオークションに出品しようとしてたのに。何？この子は出品物の部屋にあった革張りのトランクに閉じ込められていた。それが何を意味するのか。何をふかしこいてやがる。あのトランクにはローゼンベルクの人形が。まあでも事実だからね。ことと次第によってはただじゃ済まないんじゃない。やれやれ、妙なことになってるみたいだな。ルバーチェノ、改めて話はつけさせてもらう。そっちはそっちで状況を整理しておくんだな。特務支援課撤収。とっとと全員乗り上がれ。はい。で、他にボートはないのか。皆さんご静粛に。少々ハプニングはありましたが、予定通りオークションを開催して。それより先ほどの銃声は一体何だったのかね。我々を誰だと思っている。ことと次第によっては自治州政府に抗議しますわよ。どうか落ち着いて。スカエン連中だ。よりにもよって私の顔に泥を塗るとは。ホルトマン議長、一体どちらへ。どうか待ってくだされ。オークションもお流れですわね。少々当ては外れてしまったけど、面白いものが見られたからよしとしましょうか。言っちまったな。できればもうちょい本格的に遊びたかったが、まあの辺りで我慢しておく。我慢も何も好き放題にやっていたのではなくて。鉄血宰相とハルトマン議長の間に作られたパイプ、そのつなぎ役としてはいささか不適切な言動が多かったように見受けられるけど。ああ、何のことかな。別に俺は誰かさんみたいに直接助けたわけじゃないからな。いいのかあれ、完璧に内政干渉だろう。ああ、あの円月輪はなかなか見事だったわね。インとかいう噂の教師でも現れたのかしら。そうきたか。ま、今回の俺の主要任務はあんたに会うことだったしな。ロックスミス機関キリカ・ローラン室長と。さすがに耳が早いわね。帝国政府付き二等書記官、いえ帝国軍情報局所属、レクター・アランドール大尉と呼んだ方がいいかしら。ま、お互いカードはある程度見えてるってことか。そんじゃホテルのラウンジあたりで話すとするか。クロスベルでの諜報戦に関する今後の取り決め、不戦条約と動力ネットを視野に入れた新時代のルール作りってやつ。ええ、始めましょう。破壊工作とテロリズムで状況を動かす時代は終わったわ。かつてのような不幸な事故をクロスベルで起こさないためにも、私たちは仮初めとはいえ新たな秩序を構築する必要がある。
なるほどな。ま、俺の忠告を完璧に無視しやがったことは一旦置いておくとして。すみません。問題はその子だな。事と次第によってはとんでもないことになるかもしれん。だな。オークションで人形の代わりに出品されるところだった子供。まあ、良くない想像ばかり働いてしまいそうだね。まさかマフィアもそこまで愚かなことをしないとは思うけど。ん？キア、とんでもないことになっちゃうの？大丈夫、そんなことにはさせないから。それよりキア、名前以外について何か思い出せたことはあるかい？全然思い出せないや。そっか、困ったわね。そういえばランディ、まあ俺の話はおいおいさせてもらうさ。まだ俺が支援課にいてもいいってんならな。怒るぞランディ。ランディさん、たまに空気読めなさすぎです。ええ、あんまりバカなことを言わないでちょうだい。わり。ん？ねえワンちゃん、ロイドたちどうしたの？これも一種の青春ってやつじゃない？青春？緊張感のかけらもねえな。そういや俺たち、さっきまでマフィアに追われてピンチだ。なんだか実感がないわね。残念ながら夢ではなさそうですけど。ま、とにかく全ては支援課に戻ってからだ。明日からしばらくの間厳戒態勢になると思っておけ。